ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今回お知らせなんですけど、11月から営業の状況が変わります。なんでかっていうと、まあホームページとかあと制約情報とかいろいろ予約来る人は分かってると思うんですけど、自分今学校がやってるんですよ。学校で大学、その現役じゃないですけどね、自分こう見えて結構年いってるんでそれじゃちょっと残念だけど、まあその大学の関係でっていうか、来年試験があるんですよ。試験で国家資格受けるための試験があって、その国家試験対策みたいな授業になってくるんですよ、11月から。どういうことかっていうと、学校の授業がめちゃめちゃ厳しくなるんですよね。特に学校の授業が、その学校の授業に伴う営業時間の変更というか、変更にならないかもしれないんだけど注意してねっていうことを今回の動画で知ってもらえたらなと思います。何が起こるかっていうと、その国家試験の勉強のための期間が11月から始まるわけですよ。その3月か、一応受験が確か4月の頭なんで、4月何日とかね、4月10日以降はならないんで、4月何日とかだったはずなんですけど、それまでに大体まあとりあえず4月上旬までってことにしておきましょうか。そこまではこのちょっと特別と平日ね、特別時間割みたいな感じになっちゃうので、ちょっと平日に予約入れる人はそこ気をつけてねっていう言葉でそのことを踏まえた上で予約してねっていうことをちょっとこのブログにも書きますけどね。ちゃんと何が起こるかっていうと、その国家試験対策っていう国家試験に向けてのテストが結構大変なんですよ。当然な、国家資格ってそんな簡単に取れるもんじゃないですから、それが学校の授業としてこうやることになるんですけど、なんか毎日のようにテストを受けて、そのテストでまあなんていうのかな、ダメなところはその日でなんていうのか勉強し直すみたいな感じで、まあ具体的に分かりやすく言うと、出来が悪い人は帰る時間が遅くなるっていうことです。だ、そうなったら特にうちって18時からじゃないですか、平日って。でとりあえずね、普通に今までは学校のせいで遅刻して営業に支障が出ることはないんですけど、これからは何が起こるかわからないんですよ。当然ならこれ自分の出来次第ではあるんですけど、まあ一応成績的にはうちって優秀な部類、自分で言うのもあれだけど、成績的にはいい方なんですよね。だから大丈夫だとは思うんですけど、まあ、確実とは言えないじゃないですか。それもあって、特に6時、18時に予約入れてる人にもしかしたら支障出るかなってことがあるので、それでもいいって言うんだったら全然入れててもいいんですけど、そのもし18時に予約入れてる人が、この学校の都合上、18時に営業できなくなりましたって時に変更するってことになるんですよ。だからちょっとね、ギリギリに言われるかもしれなくて、ギリギリ、例えばね、まず、5時前ぐらいに学校出たらまず間に合うんですよ、こっちは。だからそれはいいんですよね。だからね、その5時を大体もう5時ぐらいになって、あ、もうこれ絶対間に合わんわって時にはもう連絡するので、その段階でもうじゃあ来るのやめて、また別のスケジュールか、もしくはこの時間、後ろの時間が空いてたらその時間にまた来てくださいみたいな、後ろにずらすってことになるとまた次の人もずらさないといけなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、18時の人がもう移動する形でちょっともう何ていうのかな、統一したいと思います。ちょっとかわいそうっていうか申し訳ないんですけど、その18時の人が例えば次の19時予約の人がいたりしたら、その2人をこうずらすんじゃなくて、もうその18時の人が例えば19時にいた人がいたらもう飛び越えて、じゃあ20時に来てもらうみたいな感じ、ちょっとその別、もしくはこの今日の時間か、もしくは別日にね移動してもらうとか、ちょっとそのスケジュール見直しするという感じになると思うので、営業時間早めの予約っていうのはそういうことが起こりますよっていうことをちょっとあらかじめこう何ていうの、理解いただいた上で予約をお願いしたいところです。とまあそんな感じですね。それが3月まで、おそらく4月までは続かないだろうから、もう4月はもう冬休みとか、それで春休みか入ってると思うんで、でちなみにそれでもう自分卒業するんで、だから4月以降は、もう特にその学校卒業した後なんで、もう普通の通常営業、土日13時からじゃないですか、平日も13時からになるんで、ただね、実は自分、もう一つ考えてることがあって、その、こうやって学校で習ったことを、もしくはじゃないな、配信しようかなって思ってるんですよ。配信ってどういうことかっていうと、こう自分が先生みたいになって、自分がこうやって学んだことを YouTube チャンネルとしてやろうかなって思ってるんですよね。だからもし興味がある人がいれば、こういう自分が習ったことを
このチャンネルでも発信してくるんで、発信するんで、例えば学費がなくて学校通えない人とか、例えば社会人になってこう仕事しながら学校行くのが物理的に無理って人のために、自分がその習った学科出して、その自分の YouTube チャンネルで得た勉強で、国家試験もあるから実技があるから、実技がその辺はできないけど、実技とかは学科の面は自分がこういう動画出していくんで、そっちで勉強して、まあ実技はとりあえずどうにかしてもらうとして、学科の面は自分がこうやってサポートというか動画にして皆様のお役に立てたらなって思うので、もしかしたらその撮影のためにこの学校を卒業しても、例えば、まあ、ここにいるとは思うんですけど、撮影のためにね、だから 6時までの営業時間変わらずにして、午前中からそのまあ大体その6時前だから大体5時ぐらいまでその授業の撮影してこう出してこうかなっても考えているので、ちょっとその辺都合、まず毎日やるのはどうかなって思うんですけど、あと、なんつうかな、その国家試験に対する学科ってことに絞れば、授業日数単純に減らせるんで、毎日やる必要もないかなって思ってるので、その辺も含め、来年の4月からは、その YouTube チャンネルに新しくそういう学科部門みたいなところを作ろうと思うんで、もしかしたらそれの撮影のために、しばらくは18時からを継続するかもなっていうこともありますので、ただ、平日で社会人に向けてやってるようなもんなんで、社会人の人ってぶっちゃけ昼間 やってたとしても来れないじゃないですか、仕事中とかだから。だいたい仕事終わって来たいって思ったら、だいたいなんていうのか、普段のこの楽器屋とかがそもそも8時とかで閉まるから、そもそも間に合わねえじゃんっていう話なわけで、だからまあどっちかっていうと別に夕方まで店がやってなくてもそんな支障はないかなって思うので、まあもしかしたらその辺もまあ考え方変わるかもしれないですけど、今のところ予定はそんな感じです。なので11月以降、まあ、まとめますと11月以降の平日予約は気をつけてくださいねっていうこと、ブログこれもブログに書いておきます。ちなみにですけど、これ知らなかったとか聞いてなかったって言ってクレーム出すのはなしにしてくださいね、本当に。それはもう絶対ではないのか、もうあの公表してる以上はそれあのあと何ていうの、制約っていうか何ていうの、予約の時の注意書きでも書いておきますから、あれ目を通す前提であの予約できるようにしてはいますから、あのそれに関してそれを何ていうの踏まえて予約してるのに聞いてないぞとか、そういうのって後で言ったりしても受付できないんで、それだけは本当に気をつけてくださいぐらいですかね。なので平日特に6時予約心配だったら8時とか9時とかの遅い時間の予約にしてた方がいいと思います。早い時間の予約はそういう風にちょっと変更になる恐れがあるし、ドタキャンされる可能性がありますよ。ドタキャンって言ったら言葉悪いけど、まあ結果的にはそうなっちゃうんだけど、だからその5時ぐらいの段階で連絡来なかったら大丈夫だし、5時ぐらいの時に連絡来たら、じゃあそのスケジュール見直してもらってここには来ないでくださいねっていう感じで、ちょっと気をつけていただきたいのが、こう自分のスマホってこれ古いんですよ。古いっていうか、あの7年ぐらい前か、これソニーのエクスペリアだっけ、 これで見えないかな、見えないか、これなんかあのバイク動画だから、なんていうかな、ギター関係の動画で話してないんですけど、これなんていうか、ずっと古い機種使い続けてるんですよ。これたまにね、なんかあの電波悪い時とかこう遅れてるのか心配な時があるんですよ。別にスマホで自分普段からやり取りしてないですからね、普段はもうパソコンでやり取りしてるんで、基本的にはあのスマホで人お客様のメールのやり取りしてないんですよ。で一応なんていうかな、学校の時ってスマホしか持ってないから、スマホで一応こっちからその人に向けて連絡送ってたりすることになると思うんですけど、届いてないとかってなった時が一番困るんですよ。もし例えば自分が送ったとして相手に届いてないとか、その届いてなかったら相手結構確認できないじゃないですか。それまあこっちは届いてるもんかと思ってたりして、相手に届いてなかったとすると来るじゃないですか、店やってないじゃないですか、どうなってんだってなっちゃうじゃないですか。それがすごい心配なんですよね。だからもしあ、まあ、その時はあのツイッターにもあの書きます、あの送れますよってことね。だからこっちからもメール送ります、ツイッターにも、もしその6時営業が間に合わないってなったらツイッターにも、今回はその都合により6時からに間に合いませんのでってこのツイッターで出しますんで、だから18時のこの予約してくる方はそこら辺も本当に注意してくださいね。それを確認してくださいね、お願いします。はい、とまあそんな感じで今回はそういうお知らせの動画でした。なので11月以降の平日の早い時間の予約の方は気をつけてくださいねっていう、そんだけのお知らせです。はい、ではでは、ご清聴ありがとうございました。